グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本代表は15日、カタールワールドカップアジ二次予選で、キルギス代表と対戦する。日本代表、すでに2次予選突破を決めているが、最終予選に桁重要なテストの場となる。今シーズンの、州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、月無料お試し実施中、全試合を消化したモンル代表以外の4カ国は、15日に、最後の1試合を戦う。ルギス代表は、現在2位で、タジキスタン代表と、得失点差でわずかに上回っている。タジキス代表は最下位のミャンマー代表と対戦すことを考えると、二次予選突破へ厳しい状況に追い込まれていることになる。そんなキルギス、表を率いるのは、ロシア出身のアレクサンド・クレスティニン監督。42歳と若い指揮官だが、督としてのキャリアは10年近くになる。32歳の男に、選手権監督として、キルギスの FC ネフチニカ、2014年に、キルギス代表監督に就任すると、2017年から、キルギス一部リーグの強豪ドルドイビシュクの監督も兼任し、リーグ3連覇を達成してい、クレスティニン監督が、キルギス代表に就任、る前年、キルギス代表は、FIFA ランキングで201位まで、んでいる。そこから、2016年には初めて100位の壁を突破し、2018年には、史上最高位となる75位にまでキルギ代表を引き上げた。2019年の AFC アジアカップ出場権獲得し、初めての国際大会出場を果たしてい、キルギス代表とドルドイの2チームを率いて、顔を残す、クレスティニン監督の采配に注目、両。